港の中にトイレがあります。でトイレの隣が駐車スペースになってますね。でトイレがあって、トイレの隣側に車を止めるスペースがバーッとありますね。で奥にも止められるスペースがあります。こちらの堤防が港の西側の堤防ですね。西側です。川ですね。ザ川、河口ですね。シーバスっぽいですね。そして奥の方に行くと、チェーンのかかったフェンスがありますね。綺麗な感じの堤防ですね。釣り堤防って感じですね、これ。で外側に向かって投げ釣りをしている人が何人かいますね。ここはね、砂なんですよ。海底が、海底というか、まあ河口なんでね、浅い砂地の海底になってまして。こんにちは。なんか釣れましたね。これは何ですか？サバ。サバ。おお。サバが釣れるんですね。あんまり近くではなく、ひょいっと投げてますね。投げさびきで、おまけ針に置き網をつけて、さびき、投げさびきですね。で、おまけ針の置き網の方に魚が結構かかってますね。でもね、ここね、夕方になるとね、真っ暗になるんですよね。ライトがないから真っ暗になっちゃうんですよね。昼間だけですね。なんか小魚がたくさんいてね、割といい港ですよね。足場もしっかりしてて、ファミリーフィッシングに最適。トイレもありますからね。サビキでひょい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 、ちっちゃいのが釣れますね。いいですね。黒とかも釣れますね。でこっちが港の東側ですね。堤防は向かい側にあるみたいですね。右側の堤防にはぐるっと回り込まないといけないみたいですね。お、釣れたかな。浮きが沈んでますね。お、釣れた。2匹、アジですね。アジが2匹釣れました。ピピッと2匹釣れちゃいましたね。いやー楽しいな。アジですね。アジが釣れました。小アジです。アジコ。ちょっとした群れがね、アジ群れが来てたみたいで、あっという間に3匹釣れちゃいましたね。すごいですね。地合いですね。一気にわしゃわしゃってきましたね。もうね、十何匹釣っちゃいました。で、今アジを生き餌としてね、泳がせでアジを泳がせてます。泳いでますね。夜になると突き出た護岸のところは常夜灯がついてますね。堤防は真っ暗になっちゃいます。船があるところだけ明るくなってますね。おお、やりましたね。シーバスゲットですね。スズキ35センチおーのスズキです。はい、それではスズキをピッピッとさばきましょう。はい、それでは頭と中骨をスープにして、身の方はお刺身でいただきましょう。生臭いから一回沸騰させて、そのお湯を捨てて、また新しいお湯を使ってスープを作ります。このままスープ作るとね、生臭くなっちゃうんですよね。
今出てる白くなってるのがなんかネトネト成分なんですよ。これを一回捨てます。一回煮えたぎったお湯を捨ててまた今煮込んでますね。で今味噌入れたところですね。これでかなり美味しいスープができると思いますね。うん、美味しそう。いい匂いがするな。お魚の方は煮えているんでね、スープの方が温まれば完成です。おう、もうできましたね。完成です。はい、できました。シーバスのあら汁とシーバスのお刺身ですね。はい、早速食べましょう。